カゴが棚について、どのようにコマ性を配置するか、その仕組みなんですが、まあ、こう投げます。この状態で飛んでいきますよね。こう飛んで着水し、着水した後この部分、下の重りの部分は上がらずに、コマ性と付け餌が入ったカゴの部分が上に上がった状態で沈んでいきます。そして棚までつくと下の蓋、これが開き、コマ性と付け餌が排出されます。そして自動的に上のカゴの部分を降りてきて、これで待つ状態になります。コマ性と付け餌が同調した状態であるために、魚が食いやすい、難しいテクニックをなしに食わせられるというのはこのカゴのおかげなんです。足元ではなく、当然まあ遠くのポイントとなります。そのため遠くのポイントにいる、海遊魚であるとか沖の根につく魚をダイレクトに狙うことができるので、大きい魚が釣りやすい情報であると言えます。カゴ釣りに使われる竿は磯竿の3号4号クラスの竿です。でカゴの竿にもスピニングタックルで2種類ありまして、1つはインターラインロッド、竿の中を糸が通るタイプ、そしてアウトガイド、竿の外に糸が通るタイプですね。カゴ釣りで大事な飛距離ですが、インターラインロッドもガイド付きロッドもそれほど変わりはありません。で初心者の方には糸絡みのより少ないインターラインロッドがおすすめです。スピニングリールはどなたが使ってもトラブルが少なく距離も出すことができます。ですからビギナーの方にはまずスピニングリールで、カゴ釣りに慣れていただきたいと思います。スピニングリールに慣れたら、今度はベイトタックルにステップアップしてみてください。私もこれを愛用しています。ベイトタックルでは太い道糸を使っても飛距離が落ちません。そしてまたスピニングリールで見られるようなこうローターが回って道糸が竿を叩くような、そういったことも起こりません。そしてまた巻き癖もつきにくく、異音のしない釣りができます。非常に釣りが上質になりますので、このベイトタックルぜひ試してみてください。ベイトタックルを使うと道糸の太さが5号であろうが10号であろうがそれほど飛距離は変わりません。それは、スプール自体が回転し糸を押し出してくれるので、処理が落ちないんです。その太い糸が使えるところが一番のベイトタックルのメリットです。